さあ、もう使ってくださいと言わんばかりのこの的。ここに、しっかりと当てて、どんどん登っていくと。ちょっとめんどくさいけどね、これ。結構めんどくさい作業ではあるんだけど。しょうがない。こいつは当てられる？これ。お、強い！やべえ。副所とマジ強え。あいつの鎧を剥がせるぞ。なんかトアプリの天空図書もですね、この、どんどん伝っていく感じ。あ、こっから。あ、こっから、これか、ヘビーブーツか。なるほどね。了解。射殺します。ブイーンってやって、で、こっから登ると。了解です。スッと。これ便利すぎる。鍵爪ロープじゃなくて、フックショット便利だな。こいつ倒すの。リンク様。お。出口を塞いでる石像はすごく重そうです。これを動かすにはリンク様がデックの貴様ぐらい重くなれば無理です。前も言ったな。重さって何？ここに当ててさ、当てれる。え？え？これでいけってこと？違うかな。そうなんの？それはちょっとわかんなかったわ。で、中身は？ペンダンツ。両 S。ほら、見たか。お前、命を落として俺、お前を助けたんだぞ。なんか、ちょっとお礼を、なんか、金銭的な何がしかをください。で、これで多分行ける場所が増えたから、あれとかもすごい気になるんだよね。いや、ふざけてる。おふざけが過ぎてる、これ。今の罠でしょ。言葉が出ねえ。もう疲れて言葉が出ねえよ。この動画撮ってるのもう深夜の3時ぐらいなんだけど。もう、ね、目がね、しょんぼりしますね。あ、これもしかして、待って。ま、これ来れないかな、これ。無理か。ちょ、お前に見せたいものがあるんだよ。いける！これをお前ちょっと植えてくれ。ここ見たらさ、風で一気に飛べますみたいな、ない。なんかここになんかあるね。模様が。こんなに木いっぱいつけたら環境問題解決すんな。欲しいね。今の地球に。おお！俺の予想通り。そんな予想通り。いざ始まれば、一人芝居だ。どこまで進むのこれ。やべえ、頂上まで来ちゃった。エベレスト来ちゃった、俺。エベレスト来ちゃった。ま、これあ、お前。まあ、あれなんだ。着地とか大丈夫系の、あれか。ちょ、待って、これ。ずっと吹いてくれるわけじゃないんだ。なかなか不親切な設計してますね。まず、ちょ、中継地点。中継、中継したい。まずい、これ。また、さっきの二の舞だ。さっきの二の舞。これ何これ。お前、前に進めないのこれ。頑張れよ。頑張れ、頑張れ。よし。一回戻ろう。で、次、リンク。でも、リンクもこれ魔力足りねえな、絶対に。トリマこらへんにちょっと降りたい。頑張れ！で、これ、ちょ、稼ぐ。オッケー！届いた。たどり着いた、この境地に。で、ちょ、マコレと一緒に行きたいから、お前もちょっと飛ぼうぜ。なんか行くとこめっちゃあんな。行くとこめっちゃありすぎて、ちょっと逆に難しいわ。いた、リンク。なんだ、ここ。変な足場に乗った、今。で、ここちょっと取りたいな。ここちょっと取らせて。え、なんだ。まあ、またババアへの貢ぎ物かよ。よし、これでちょっと先進めますね。これマジ大変だな。マコルの機動力がちょっと、危うい。ああ、締められんだったら、ついてく必要なかったじゃん。うわ、ちょっと待って。これ、やばくないか。いや、これ、副所とか、ちょっといい感じにさ、役立つことない。やばい。あ、これ、まずいっすわ。これやべえや、これ。やべえや、これ。あ、全然食らわねえや。全然食らわねえ。弓だ、やっぱ。お？
気持ちいい、気持ちいい、ふぅ、気持ちいいんですけど、今の見た、今の好き、あのヒットストップのエグさ、これですわ。やっぱやべ、ルピーがいっぱい。でもルピーもいらねえんだよな。宝箱。これなんだろう、チーカギとか使うとかあったっけ。あ、チーカギだ。いいね。どこだ、どこで使うんだろう。まだ行ってない場所があるはずなんだが、もうこれ地続きになってないから、マコで運ぶの辛すぎね。地続きじゃないとマコでついてきてくんないでしょ、こんなの。戻る、呼ぶ、呼べない。こっちの上の方まで行ってないんだよ。ここね。リンク様、私の速すきにはリンク様を持ってる副所とか多分刺さると思います。試してください。やっぱり。だと思ったって、ま、ファイヤーキースこれ。ちょっと待って。強い。触れるだ、待て。やばい、死ぬ、待て。ばあちゃん。ばあちゃん。俺を救ってくれ、ばあちゃん。グビ。ナイス。で、これ前さ、ソード光ってると思って興奮したけど、こればあちゃんのスープのおかげで、これ光ってるらしいですね、これ。悲しいことに。クリアしたぞ。お、ちょっと光が、ほら、見て。ゆっくり出すよ、行くよ。ほら。この光よ。おぉ。で、あいつは、いつまでお前はそこにいるんだ。ずるくないか、ちょっと。少しは俺と戦え。戦え、もう。俺と戦え、お前。上使える。オッケー。まあ、これ呼ぶか。基本的にやっぱ一緒に行動した方がいいだろうから。これ、食らうね。マコレの兄貴いますか？いるね。地道に行こう。何事も地道に行こう。多分この辺で大丈夫でしょう。あ、OK。はい、はい、これ。これ RTA ね、これ。RTA。戻るっていう、その、時間も敵の攻撃食らうことによって、こう、短縮するっていう。で、お前は、氷の矢だよね。はい、OK。はい、強。お、いい。強いね、君。副ショットやっぱ使っていく武器だな、やっぱり。いろんな敵に使えるわ、このステージは。まず植える。先にね、このマコレがリンクの道を切り開く。開拓者ですね。で、これ、やばいですね、これ。もう腹立つわ。これ地道に行こう。うん。石橋を叩いて渡るっていう言葉があるように。地道なんです。何事も。はい、OK。あいつも行けんな。ここでしょ？ちょっと、何ちょっとお前上行くの？ここ。はい、楽勝と。植える。植える。これで開拓できたかな？いや、待て、やばい。あいつはちょっと、一回、なしで。ここはいけないんだ。待って、これも、マコレの兄貴にちょっと、依頼しなきゃいけないですか、これ。大丈夫かな、俺。種入れてけ、お前。種付けプレスしてけ、お前。で、戻って、で、急いで、行く。で、お前は、しんどげ。ここはもう OK かな。行こう。お、ここあれじゃん。繋がったね、ここ。これ、中央広場と、繋がったね。開いた？開いたぞ、なんか。大丈夫なんか、これ、行って。プロペラがめっちゃ回ってるとこだよな。行っていいのか、これ。未だに行けてない場所が多いんだけどさ。OK。怖いから、一回、逃げよう。この先なんだ？この先、行けてないんだな、俺。あー！これか、ちょっと待って。これ、マコレ呼ぼう。これマコレ呼ばなきゃ無理だ。で、ここでマコレを、呼びまして、あそこのね、楽譜を読むっていう感じでしょうか。マコレをちょっと先に行かすか。お前ちょっとそこで待っててくれ。リンクはこれさ、多分一人でね、これ攻略できるんだ、ここは。いや、お前、お前どこ、どこ、どこ、ここはどこ、私は誰、正面だな。あっちか。いや、これは、まだ優しい方だな。こいつマジで今のさ、タイミング悪すぎだろ。オッケー。手間取らせやがって。
で、これ先進めると。で、置く。で、また楽譜通り。しゃあ、弾いてくれ。また新たな道が切り開かれる。風神の塔だっけ。うん。風神地震とって、雷神はどこ行った。雷神はこの世にいないのか。待ってください、こんなの。やばい、これ。これあの、トアプリで見た、この光景。ほえ。え、お前動いてる。しかも、お前の鎧結構かっこいいな。俺にくれない？まず、ザコを処理しよう。オッケー。危ね。基本回転切りで、あの、話になんとかなるから、これ。基本回転切りで何とかなる。はっ！危ね！待て。こいつ結構機敏なんで、この鎧騎士。はい。で、これ気をつけるように。オッケー。これ今、なんだ？うまい！で、もう、こうなれば同じもう。こうなればもう普通のやつと同じ。置き攻め。置き攻めと。あれ？ザコ？ザコツさんですか？もしかして。はい、お湯。はい、お湯。そして、ボス部屋。あれ？もうボス部屋？あれ？チーカギは？チーカギ持ってるけど、もうボス部屋ですか？あ、チーカギ、あの、ボス部屋行くために、チーカギが必要なんだ、多分。よし。純の蝶。ボス部屋ー。ボス部屋どこだ？地下か、やっぱ。うえ。地下行こう。さあ、物語も終盤に差し掛かってきました。え、待て。先にリンク落ちるか。マコでも一緒に行こう。一緒に落ちようや。こいつは、あの、落下ダメージないんで、これ。うん。こいつは猫なんで。アリなんで、こいつ。落下してもダメージ食らえません。これ下、大丈夫だよ、これ行って。ただちょっと時間が来たら、これ、ほら、風がこうなるから、リンクが踊ってるほら。リンク踊ってるわ。張り付いてればいいか。で、降りて、こうする。で、血掛けがあった。行こう。あー、早いですね。ま、これさ、あ、大丈夫だ。オッケー。強引に突破した、今。あ、これスイッチなんかある。これ何？おお、何のスイッチだ、これ。あー、上に行っちゃう。上に行っちゃった、これ。はい、またボス。ボスラッシュだな、マジで。まずは、この、キモい敵を潰す。おー、なんか、懐かしい敵で出てきたな。やば。やばい、室伏浩二懐かしい。室伏浩二が懐かしい。おい、おい、おい、おい。ナイス回転切り。で、次こいつ。あぶね。ちゃんと防ぐ。で、終わり。あ、待て。決めろ！おら！イエーイ！実質のダメ。うん。てか、のダメだよね。うん。実質というか、のダメだよな。やる？てか、これ開かないね。なんだ？隠されたなんかあれがあるのか。あ、これじゃね？ここに、乗る。で、ヘビーブーツ。こうすると、開くか。開く！オッケー、このままいけるね。ザコだけがいるな。うるぅ、まとめて吹っ飛ばす。はい、おい、この時めんどくさいな。はい。はい。はい、おいち。はい、おいち、おいち。行こっか。これは、先にマコレだな。先マコレ、あとリンク。これね、ラーメン屋でなんかありそうな。
鉄則だけど、先マコレ、後リンク、先のせクタクタ、後のせサクサクみたいな、これあれね、ドンベイの鉄則ね。これドンベイをマニ、ドンベイマニアには分かるね。先のせクタクタ、後のせサクサク、うん、僕はちなみに後のせサクサク派です。やばいのいるな、やばいのいるわ。おお、かっこいい。何今のスタイリッシュアクションゲーム、つくだオリジナル。スタイリッシュアクションゲームなんだよね、今の。かっこよすぎない？置く、呼ぶ、開く。謎解きっぽいな。ああ、これ、マコレを先に行かせるために、マコレを通行可能にするために、これをちょっと置いて、あれしなきゃいけないって感じか。ほら。はっ、あいつなんかちょっと、生きてんな。今の、辛くね？これダメージ食らっちゃうんだ、これ。下手すると。あー。つけて。あれ。で、このが穴ぼこあるから、ここ先、ここ通して、マコレが行ける位置はどこだ？ここマコレを入れる？あー！あーって感じ。先にリンクちょっと行ってみていい？先に。風を止めれるあれがあるかもしれない。装置が。ないわ。多分普通にこれ手で運んでいけるかな？タイミングが大事だと思うけど。これ待って。はい、ここ。くそ。ちょっと。めんどくさいのすけ。一番最初のブロックはさ、これで塞がなくてもいけるんじゃないかっていう思いがあったりなかったり、ラジオマンだり。ほっ！いける。よし。これで封鎖する。こう。これでいけんじゃないか。バカーンバカーンス。こう言って。え、待て。くそ。いける！オッケー。これ合ってるかな？これすんごいご了承感あるけど、これ合ってんの？これ。合ってるよね。合ってるよね。はい、行きます。ふぅ。ちょっと時間かかったね、この攻略。普通に考えれば簡単だったかもしれないけど。これが成功法かどうかもわかんないけど。まあいいや。さあ、また奏でようか。もうそろそろボス部屋じゃない？ここ開けて、次の部屋ぐらいでボス部屋にたどり着いてほしい。ボガンと。あ、これボス部屋？おーん、早いね。一応壊したこと。で、皆さんお待ちかねの、妖精ガチャ。まずこれ。あ、違うか。じゃあ、これ。あ、いや、いや、待って。2体もいる、2体もいる。え、しょ、来た、来た。2体もいるぞ。で、これ。ふっ、おえー。盤弱。盤の弱。で、使えそうなやつは、こうして、うちわとかにしよっか。じゃあ、ボス行ってきます。まあ、これはまあ当然のようにいないと。なぜ俺を置いていく？え？砂？砂かこれ。なんかあの砂漠の処刑場、トワブリの砂漠の処刑場思い出すね、これ。あの、一番楽しいボスで、ね、スピナー使って。ただこれは、楽しくなさそうだ。あり地獄じゃないか、これ。足元取られる系の。うわぁ。卑猥な形してるよ。しかも空飛んでる、こいつ。やべ。モルドラジークだ。モルドラジーク来た。こいつ、空飛べんだったら砂の中入る人ねえだろ。って思った。まあいいか。水陸両用っていう感じか。まずこれで何ができるんだ。爆弾投げてみる、一回試しに。爆弾でさあ、違うわ、吸い込まれない。なんか吸い込まれるかと思ったけど、まあ多分フックショットをどっかで使うと思うんだよな。え、待って、やばい、やばい、待って、こう
お、来た。ほら、フックショットなんですよ。で、なんかやばいの、なんか分身みたいなの出てきたのだ。ほら、なんだあれ、やばいやばいやばい、急げ。はい、オッケー。おっと、今んとこ余裕だぞ。え、オッケー。はい、回転切り。やばい、こいつがやばい、こいつら、この分身体が潰しとくか。オッケー、勝った。え、硬すぎ、笑った。で、うぅ、危ね。よく回復したな、今。よく俺かわしたぞ、今。マジで。何あれ、攻撃してくる。やーばいです、これ。これまーずい、これ。あ、大丈夫か。やばい。面白いですよ、結構。OK、2発。で、そろそろ、あれが来ると思う。来た。OK、これ、いいダメージ。いいダメージソースだ。ジャンプ切りからの回転切りは。やばっ。ああ、今、当たってないんだ。もう当たったと、敵ながら、あれは当たったと、当たってもういいぞ、あれは。あぶねえ。こいつ、不意打ちが得意だな。さては。悪タイプか。悪タイプだな、さては。ネクストチャレンジャーは、あった。オッケー。お、あれ、もう倒した、もしかして。テレテーン、テレテーンって流れて、第二形態とかないよね。きたー、しゃ、ノーダメクリアじゃない、これ。本当にこれノーダメでしょ、誰がどう見ても。はい、脆いました。はい、お湯。俺うまくね。さては、俺風たくうまいな。さ、紋章が綺麗ですね。で、俺一刻も早くハートの器取りたい。もう HP がきついんじゃ。 OK、 ハートの器をゲッチュ。そしてあの円入ろう。 OK、 決まった。そして傍観者、まあこれちょっと嫌みったらしく言っとこう、ここは。まあ、マコルはね、ここまで来ることに意味がある。うん。このマスターソードに光を灯すと。さあ、最後の覚醒の時だ。マスターソード。マスターソードが蘇った。大魔の力が宿り、真の勇者の剣として蘇った。蘇ったって2回言ったね。大事なことだから2回言いました的な。これでマスターソードの大魔の力は完全に復活いたしました。ありがとう。祖先もとっても満足してるようです。俺も満足だ。俺のマスターソードも満足だ。私は、ここで神への祈りを続けます。リンク様は後ろの光に入って地上にお戻りください。もう終わりなのか。もうガノンかな。ご分を祈っております。もうガノン行っちゃう？もしかして。でもガノンって今どこにいるんだろう？逃げてる。あ？そうか。では魔獣島はもう。ああ、もぬけの殻のすっからかーんってね。すかしっぺでも響き渡るぐれい静かな場所になっちまったよ。魔獣島はもう誰もいないんだな。なんでなんで、しけたつらしやがったよ、お兄ちゃんよ。化け物がいなくなったんだ。もうちょっと素直に喜べねえのかい。不穏な空気だね。魔獣島なのに魔獣がいないっていう。
ただの島だ。悪い知らせだ。バルー様によって平まねされたガノンはあれ以来、会場に姿を見せていないらしい。そればかりか奴の根城である魔獣島から、魔物たちが一匹残らず消え失せてるそうだ。まさかと思うが、ゼルダのことが気がかりだ。リンク、すべてのトライフォースのかけらを探し出し、一刻も早く、ハイラルに向かうのだ。トライフォースのかけら？ちょっと待って、不穏な BGM。不穏すぎる。OK。え？あいつ。さあ、そういうわけでね、今回は、風神、ん？ここは何の島だっけ？風神の島ですかね。はい。ここを攻略しましたと。まあ、次はなんかトライフォースのかけらを集めて、アドコーダーするらしいんでね。次回、トライフォース、回収の回でございます。はい。皆さん、お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。それじゃ、バイバイ。